マオトは、京都府京丹後市丹後町の地名。大技としての名称は、丹後町、橋人。日本海に面しており、縦岩などの継承地を有している。難読地名とされる。聖徳大子の聖母、橋人皇后が、蘇我氏と物の部氏との騒乱を避けて、丹後の統治に身を寄せ、後に統治を去るにあたって、自らの名をこの地に送ったものの、住民は、 ハシウドと呼び捨てにすることを恐れ多く思い、皇后がこの地から退座したのにちなみ魔音を、退座と読み替えた、との伝承が残る。ただし、橋人と皇后が丹後に避難したとする記述は危機になく、由来には他にも小説がある。死者を大陸に向けて埋葬する風習が長らく、残っていた。丹後半島北西岸に位置し、日本海に突き出ている。 東部を竹野川が北流し、河口には縦岩がある。橋人皇后、聖徳太子母子像京丹後私立丹後小学校、橋人漁港丹後半島の沖合は海岸線からわずか 15km で、水深 200m に達する、急進な海底地形が特徴であり、ズワイガニの良い漁場となっている。港湾としては、橋人漁港とコマ漁港があり、橋人漁港では、 ハタはタカにイカイなどが、コマー漁港では、ブリやイカ類などが漁獲される。橋人漁港で、水揚げされたズワイガニの一部は、マオトガニというブランドで出荷され、2006年には、特許庁の地域団体商標を取得している。丹後チリメンの産地である。丹後海陸交通マオトバス停鉄道は通っていない。丹後海陸交通によって、 路線バスが運行されており、また橋人バス停から京都駅に向かう高速バスも運行されている。丹後町橋人に関するカテゴリー。ありがとうございます。